今週のキックオフ徳島は開幕直前、新たに副キャプテンに就任したヒョン選手と森選手を直撃。マジでないよって。いや、はい、ダメですよこれ。ダメです。見せない徳島の人ばかりなんです。ありますよ。ありますあります。新加入選手の知られざる一面もぶっちゃけ。ちょっとノア君の世代は激しいです。あ、そうなんですか。ちょっとパリピア。はい、ちょっと激しい。徳島サッカー応援番組キックオフ徳島。今シーズン新たに副キャプテンに就任されたヒョン選手と森選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずは今シーズン副キャプテンということなんですけども、ヒョン選手任命された時どう思いましたか？難しいんですけど、まあ、やっぱり、まあ、責任は持たないとダメですし頑張ろうと思いました。森選手は？いや、まあ、なると思ってなかったので自分でも、まあ、こう言われた時は、まあ、なんかあんま実感は湧かなかったですけど、まあ、やるからには、まあ、責任と自覚持ってやらないといけないなっていうふうに思いました。ちなみに誰にこう言われてキャプテンですっていうふうになるんですか？勝間さん、監督に。監督に、はい。こういう理由があるから副キャプテンになってほしいみたいなのがこうあったりするんですか？理由？何て言われた？俺はなんか一応なんか役割というか的には若手のこうリーダー的な感じのことを言われてですね。それは言ってた。リオは若手のキャプテンみたいな。重なってるんか思った。そういや全然。俺は普通に常になんかチームの中心にいてほしいみたいな、どうなんかそんな感じじゃない。そんな感じですね。と、二人は背番号も今シーズン変わったと思うんですけど、どういう経緯があって背番号が変わったんですか？自分はなんか去年のインタビューでもなんか答えたんですけど、何かのインタビューでなんか14番が好きで、ヨハン・クライフ選手が好きで、それで14がつけたいですみたいな話をしてて、強化部の人にもそのシーズンの最初の時に言いましたね。自分からって感じです。自分から14番がいいです、はい、14番空いてるならつけたいですって言ってつけさせていただきました。森選手はなんで今シーズン5番になりました？去年チャンさんがつけてて、僕自身も結構5番つけること多かったんで、中高大学とかでも多かったんで、まあなんか愛着あるというか、まあセンターバックの5番はなんか強いイメージな感じがあるんで、その強化部の人にも5番空いてたらお願いしますぐらいの感じで言ってて、なんかそんななんか簡単につけれると思ってなかったんで、そのまあチャンスだなと思ってもあるんで、うん、そしたらその強化部の人たちからなんか来シーズン5番でお願いしますみたいな感じで言われて、連絡をもらった後ぐらいにこうチャンさんに電話して、うん、来年から5番つけさせてもらいますみたいな感じの一応まあ報告みたいなのは一応しました。チャンさんなんておっしゃってましたか？おお、いいじゃんみたいな。軽いっすよ。おー、頑張るよみたいな。言うやん。言うっすよ。おー、いいじゃん。いいじゃん。そういう感じで、軽い感じ。あ、意外とそんな感じなんや。で、まあ、頑張ります。みたいな感じです。今シーズン、新加入の選手もたくさん加わったと思うんですけど、お二人から見て、チームの雰囲気が今シーズンどういう雰囲気ですか？めっちゃいいっすよ。めっちゃいいと思います。なんかまあそんな人入ってきた方ではないと思うんですけど、例年に比べたら。けどなんかその入ってきた選手もめっちゃ喋るしね、うん。なんか特に仲良しの選手とか。仲良しっていうかめっちゃ話してるのはノア君とか。おお。どういう話するの？いや話してるっていうか、そのノア君がそのチームのみんなと話してるっていう。俺とか話してる。まあだってよりかなんかまあハーフじゃないですか、いつも。だからめっちゃフレンドリーなんですよ。おお。まあ、俺はあと同期が入ってきたんで、健とか橋本健とか入ってきたんで、その辺とかなんかあったかいですね、その世代。あったかい、あったかい、あったかい世代。マジであったかい、あったかい。このキヨくん99年、ハヤテくん、コウダイくん、一番いい、うん、平和の平和や多分、はい、年代的に言ったら一番平和の年代、はい、ちょっとノア君の世代は激しいです。あ、そうなんですか？ちょっとパリピア、はい、ちょっと激しい激しい世代、激しい。そうやと青木
3人お二人から見ても練習中とかでもいや練習前さすがに練習前で練習後すごいなんかアキト君とかの曲ってなんかうるさいっすうるさいっすうるさいっすそれもっとピッチで出してくれよって思ったらいいな外でそう外の方がうるさいやかましいずっとなんか冗談言い合ってますでも見ててめっちゃ面白いしあ、そうなんですそれがなんか雰囲気いいなと思います加わることはないですかお二人はそこ加わることいやもう加わるっていうかね加わるというなんか絡んでくるかな勝手に新加入の選手のお話さっきもお伺いしたんですけどこの選手特にいいキャラしてるなって思う選手とか島くんそうなんですか島くんどういうふうに面白いなんだろうめっちゃ優しい人でなんか温厚な人ででもめっちゃおもろいですよなんかわかんないですよはいけどなんかその喋る時の一言一言がセンスあるって感じ言葉数はそんな多くないけどなんか面白いワードセンスあるよはい歌うまいしそうそうそうなんですよ歌うまいんだあそうなんですか知らないですか知らないですか知らないです歌めっちゃうまいっすよインスタとかピアノもピアノ弾き語りっすちょっと覗いてみてくださいアーティストみたいなあの、はい、多分マジであの人の見た目から出ないような声が出てますもうねあすごいあれもう最高ですよめちゃくちゃ優しい声で島川さんが歌ってる歌声をなんかご飯行った後に聞いたりとかなかったですか普段は歌わないんですか誰も言わない言わないですよねなんか言わないっすえ触れないんですかそのことにはいや触れないいやでも言えるは言えると思うんですけど多分歌わないと思うんですよあなるほどそういう時にここで歌うもんじゃないよみたいな感じになりそうなんですよじゃあじゃあって歌うわけではなく多分はいなんかだとこういうなんか企画とかだったらワンチャンそうですね、うん、俺らが言って多分ね多分もうピアノ用意しないと多分、ま、ピアノ買ってこないと分かんないピアノクラブハウスねはいまずクラブハウスに置いてからってそうですね、はい、ピアノもないのに歌ってくださいが失礼かな、まあ、確かに、はい、ピアノあっての歌だと思うんだな、ねはい、なんではいあの人の誕生日とかにおーあーいいですねピアノ買ってクラブハウスに置いて大丈夫いじってるいけるかな大丈夫これいじってる俺大丈夫ちょっと謝っとくっすみんなに見てほしい。びっくりしますし。こんな言っていいかわかんないですけど。一回じゃあちょっとね、皆さん見てもらって。YouTube もやってるし。はい。YouTube やってる。めっちゃ意外っすよ。めっちゃ意外です。はい。そんなあの。俺らも思いました。やってるやん。やってるやん。キャンプとかあの行ってらっしゃったじゃないですか。結構キャンプ中とかにあった楽しい話とかってありませんか。楽しい話。キャンプひたすらもう。ヒロウとの戦い。なんかあったっけ？ないかな。もうほんまにヒロウのキャンプ。いやもうなんかその一つ一つなんか思い当たるあれってよりかはめっちゃ楽しくて、どんどんね食事会場でもコミュニケーションとか取って。皆さん結構じゃあ馴染むのは早かったですかチームに？早かったですね。めっちゃキャンプとか。あの丸テーブルだったんですよあの前までとかコロナとかでなんか前向きの2人席で、そうでしたねだったり丸テーブルとかでなんかみんなで囲んで食べたりしたんでそれで今日はなんかこのグループとかなんかいろんなバラバラだったんでそれが多分コミュニケーションうまく取れてたの一つであるかなどういう話をするんですか普段それはもうねそれはもうシークレットですよNG いろんな話シークレットですよねサッカーの話はそんなにしないそうですねサッカーはもう、はい、意外と2部連してるんであーもう仲良くないやまあしますけどねしますけどとりあえずもう2部連終わったらもうサッカーはもうとりあえずいいもう一旦終わりもうサッカーの話はやめよういや別に新加入とか何どこがおすすめかとかご飯とかなんか遊ぶところとかなんかないみたいな、うん、でマジでないよみたいないや、はい、ダメですよこれダメですお店の人、はい、徳島の人ばかりなんです、はい、ありますありますありますただご飯はめちゃくちゃ、はいはいはい、あります遊ぶところ遊ぶところはなんかな、まあ、ラウンドワンとかあるじゃないですか、うん、でもまあ規模で言ったらそんなに大きいラウンドワンでは多分ないです都会に比べたらはいはい、そのこんなこと言っちゃったアウトですいやもうこれは都会に比べたらなんて言ってエフェア選手はどこがありますかあのところは、うん、あれいやまあでもまあサッカーに、ね、集中できる環境まあ俺らからしたらもうこんなありがたい環境はない美味しいご飯食べて
サッカーに。でもサッカーに集中して。集中して。徳島でしかできないことを、うん、徳島でありがとうっていう感じです。すごいなんか。フォローすごい。うん、すごい。さっき出んかったから。本当ありがとうございますっていう。ありがとうございます。はい。ちょっとこの後午後2時から開幕戦ですけど、お二人の今シーズンにかける意気込みとサポーターへのメッセージを。明治安田からのお知らせです。明治安田生命は今年1月からブランド通称を明治安田に変更しました。その象徴として三浦知良選手を起用。三浦選手協力のもと、全国の子どもたちにサッカーボール1万1000個を届ける活動や、サッカーの試合会場で行う献血活動など、社会問題の解決や子どもの健全育成などに取り組んでいます。サッカーを通じて多くの人に興味を持ってもらいたいですね。この後午後2時から開幕戦ですけど、お二人の今シーズンにかける意気込みとサポーターへのメッセージをお一人ずつ、じゃあヒョン選手からお願いします。J1 昇格を目指しチーム一丸となって戦います。よろしくお願いします。ありがとうございます。とまあチームの目標である J1 昇格と J2 優勝を、まあ、全員が、まあ、徳島ヴォルティスの関わる全ての人たちがその方向に向かってやっていけるように頑張っていきます。まずは開幕戦14時からあるんで、そこに勝てるように頑張るので、ファンサポーターの皆さん応援よろしくお願いします。